焼き鳥が焼き鳥屋に行くムービてるよ。焼き鳥屋、焼き鳥が焼き鳥屋に行くムービー。あそこも焼き鳥屋でしょ。確か勉強熱心です。もしくは勉強熱心で聞いてんの練習を。1回目だけやるってさ、さっき。4時からだよ。でも本番までに疲れちゃいそうに立つって暑さで何なんで腹立つんだよ何リエちゃんが虐待体質のつくのは腹が立つってもう体が弱いんだよ一応なんか前より強くなってる僕はハートが弱いんだ心がそうだハートが折れるんだよすぐブロンケンハートバキッてバキッショックついた高野んちです焼き鳥屋今暑いのに焼き鳥です焼き鳥屋が焼き鳥屋に行くムービー終了です今まさに焼き鳥バイバーイ食べます